カイララシャ・ナナグスマンは、東ティモールの政治家、初代大統領、第三代首相。現在は東ティモール再建国民会議初代党首を務める。名は、グスマオとも表記される。先例名は、ジョゼ・アレシャンドレであり、シャナナは70年代初め、ジャーナリストとして活動するとき、ポップソングのフレーズを元につけたニックネームであったが、現在は、本名の一部となっている。 1970年代より東ティモールの独立運動に関わり、インドネシアにより逮捕され服役中であった。独立時には東ティモール独立のシンボル的存在であった。独立に先立って行われた大統領選挙では国民の圧倒的な支持を集め、初代大統領に就任した。 同国において大統領は、儀礼的な役割しか持たず、よく批判の対象となるマリアルカティリ元首相と比べられた。2007年の大統領選挙には立候補せず、大統領職は、ジョゼラモス・ホルタに引き継がれた。ラモス・ホルタ大統領は、シャナナグスマン率いる東ティモール再建国民会議を中心とした野党4党による連立政権を発足させるために、 グスマンに組閣を支持し、2007年8月8日、グスマンは首相となった。就任宣誓式で独立と国民の結束のため全力を尽くす、と述べた。シャナナ・グスマンは当時のポルトガル・リオティモール・マナトゥトで共に教師であった両親のもとに生まれた。ディリ郊外のイエズス会の高校に学んだが、経済的理由によって16歳の時に退学を余儀なくされた。その後、 様々な職業を経た後公務員となり、同時に夜間学校で学業を継続した。ポルトガル陸軍での3年間の兵役を終えた1971年に、ジョゼラモスホルタをリーダーとする東ティモールの独立を目指した団体に参加し、その後3年の間、植民地支配に対する平和的な抗議活動に関わった。1974年、カーネーション革命によって、 ポルトガル本国の長い独裁体制が終わると、東ティモールでも、非植民地化の機運が強まり、ポルトガルは4年後の総選挙の実施と独立とを約束した。しかし、翌1975年には、フレキリンとティモール民主同盟との間で独立に、向けた、激しい主導権争いが発生するとともに、混乱に乗じたインドネシア軍によって東ティモールは、 度重なる侵入を受けることとなった。グスマンは1974年以降フレティリンの活動に積極的に関わり、一時ティモール民主同盟によって捕らえられるなどしたが、やがてフレティリンが実権を掌握すると、フレティリンの報道担当官に就任した。1975年11月28日、フレティリンは東ティモールの独立を宣言した。しかし、 東ティモールは数日後にインドネシアに侵略され、インドネシアの一州として事実上併合された。グスマンはインドネシアに対する抵抗運動に参加し、村々を回ってフレキリンへの支援と兵士の勧誘を行った。しかし1980年代早期にフレキリンが幾度かの停滞敗北を喫すると、グスマンはフレキリンを離れ、様々な中道的団体を支援することとなった。 これによって1980年代半ばにはグスマンはフレティリンの主たる対抗勢力のリーダーとなっていた。1990年代初めには国外交渉とメディア対応に深く関わるようになり、1991年11月12日にサンタクルス虐殺事件が起きると多くの主要メディアのインタビューを受け世界の注意を喚起した。一方で、 注目の度合いが高まるとともに、グスマンはインドネシア政府の主要な標的と目されることになった。インドネシアによるグスマンを捉える軍事作戦は最終的に1992年11月に成功し、裁判の末、グスマンは反乱、重機不法所持、分離運動の罪で終身刑を宣告された。グスマンはなお刑務所内から抵抗運動を続け、服役中。 国連代表やネルソン・マンデラなどの要人の訪問をたびたび受けた。スハルト体制終焉後の1999年8月30日、東ティモールで国民投票が行われ圧倒的多数が独立を選択した。インドネシア軍はこの結果を受けて組織的な破壊工作を開始したが、国際的圧力の結果、東ティモール多国籍軍が中流するに至った。 その後グスマンも釈放され、2002年まで続いた国連暫定行政機構の交換に指名された。この間、グスマンは東ティモールの統一と和平を訴え続け、一般的にも新しい国家の事実上のリーダーとみなされた。2002年末に行われた大統領選挙では、フレキリンを除く9つの政党から指示を受けて、2002年5月20日に、 正式に独立した東ティモールの初代大統領に選ばれた。一方、初代首相には第一党であったフレティリンのマリアルカィリが就任した。2006年4月、解雇された国軍兵士と政府軍との戦闘により首都ディリで激しい騒乱が勃発し、東ティモールは再びオーストラリアなど外国軍の駐留を受けることになった。グスマンは マリー・アルカティリ首相の辞任を求め、6月にアルカティリは辞任に至った。2007年グスマンは首相を目指すとした上で、4月の大統領選挙では立候補を辞退し、新政党、東ティモール再建国民会議の決闘大会で党首に指名された。6月の議会選挙において CNRT は65議席中18議席を獲得し、21議席の フレティリンに次ぐ第二党に躍進した。ラモス・ホルタ新大統領は、フレティリン及び野党による挙国一致内閣を模索したが、フレティリンは野党と相入れず、反フレティリン4党による連立政権に踏み切った。8月に大統領はグスマンに組閣を支持し、グスマンは首相に就任した。2008年2月のラモス・ホルタ大統領の暗殺未遂事件では、 グスマン首相の自宅も襲撃され、乗っていた車が銃撃されている。グスマンは、1999年に、欧州議会より、サハルフ賞を、2000年に、シドニー平和基金より、シドニー平和賞を受賞した。さらに2002年には、欧州評議会より、南北賞を受賞した。2006年には、和解と許しをテーマとした、ドキュメンタリー映画、ここに日は昇る。 東ティモール独立への道に自ら出演し、ナレーションを担当している。大統領就任前の2002年1月に一度来日し、東京を呼び、沖縄を訪問した。2004年2月と2009年3月にも、日本政府より招聘を受け来日している。ありがとうございます。